どうもここんにちちは宣伝部長のです今日は涙の理由ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでパワハラ疑惑等々で揺れる兵庫県の斎藤知事なんですけども今までの対応がねちょっとあまりにも心がこもってないというか心がないような対応っていうんですかねまさにのれんに腕を知ってこういうことだなというふうに思うんですけども、まあ、そんな中ですねなんと涙を流す事態が起きいその理由にまあ記者団困惑みたいな話が があったんで、まあ、今回はこのお話をしていきたいのとそれからまあ何事もそうなんですけどね誰かが批判されてたら、まあ、ある程度行くとどっかで巻き戻しが起きるというかいやいいとこあるだろうみたいな感じになるわけでまあなんか逆張りを張るっていうんですかねまあ世の中やっぱり2対6対2の法則がありましてまあなんか2割のまあ何、まあ、かあった時に2割の人はまあ批判2割の人は擁護。 で6割の人はまあどっちつかずっていうことに基本的にはなるんですけどもまあもともとそういう用語っていうのがまあ最低でも2割ぐらいいることを考えるとここまで来るとさすがにそうなんかいいとこもあるよねみたいな <laughs> あるいはあそこまで耐えてるのすごいやみたいななんか なんていうんですかね、メンタルダイヤモンドじゃねみたいな、どっかで聞いたことはあるような話が出てきたんですよ。だから、もうちょっとこれも同じやんけみたいな話で、私がよく扱っているジャニーズ問題、松本問題、大紗弥香問題、全部ちょっと似たとこがありまして、まあ今回はこの件も含めて取り上げていきたいというふうに思います。 はいというわけで、まずはこちら、カンテレさんの記事なんですけども、涙の斉藤知事、告発者が亡くなったことへの後悔の涙かと問われ、今の思いは自民党と維新の議員に対してと知事って感じですね。ちょっとね、このタイトルはまだ優しいんですよ。はい、ということで、まあ兵、兵庫県の斉藤知事は、11日午後に行われた会見で、3年前の知事選で支援を受けた自民党議員からも辞職を求められることについて、記者から問われ、涙を流しましたと。 で、まあ、今までね一切こうね表情を変えることなかった斎藤知事がなんと涙流したって感じでねどうしたどうしたということで,でその涙は亡くなった元県民局長への後悔の涙ですかと質問された際には自民党の議員と維新の会,会の皆様に対してと答えましたっていうことでずっこけたっていう話ですね。でこれねちょっと後でやり取りをご紹介しますけど私は、うん、この自民党の議員さんとか維新さんじゃなくって自分 に向けててんじゃねえかなって思っ思たんですよねはいでえっ、ー、とまず質問としては3年前は自民党内でいろんな意見があり11名が支援した12日の辞職申し入れはその方もメンバーにいるかということででこれこの記事が9月11日の記事なんですけどまああのもうすでにあの全議員からもうすでにやめろっていうあの <laughs> 申し入れがなされたってことで、まあ,あの、もう異例の事態ですよ、もう異例の事態あの。全員からやめろって言われてます。はい。で、えー、っと、で、それに対しては申し訳ないと思いますね、みたいなことですね。で、まあ、まあ、いろんな方々に、まあ、すごくお世話になってきましたということがあるわけですよね。はい。で、えー、っと、それで、で、ここで、まあ、 あこういう状況になったことは申し訳ないって言いながらちょっと涙が出てくるんですよね。で、えー、と感情が出てしまって「申し訳ないです」決して完璧な人間ではないので完璧を誰も求めてませんね <laughs> あの。人として最低限の対応を求めてるだけなんですけど、まあ、いろんな間違いあったかと思いますけど自分自身は一生懸命頑張っていきたいっていうことですね。はい で、県民の皆様からもいろんな指摘をいただいてますと、頑張れっていう指摘もありますけど、何やってんだっていうご指摘もあると思いますって感じで、で、これちょっと前までは、県民から頑張れっていう声が届いてますみたいなことを言ってたんですよ。だから頑張りますって言ってたんですけど、それツッコミを受けたんで、一応何やってんだっていうご指摘もあると思いますって感じで、まあ、これだけ聞くとね、まあ、頑張れって声が多くって、中には批判的な意見がありますって感じですけど、逆ですよね、逆。<laughs> あの <laughs> 頑張れってこういうのが少ないと思うんですけどまあそんな感じのことをまあ一応言ってるという感じですかね。はい、で、えー、それ自身については自分がまだ力不足なところはあるので頑張っていきたいみたいな感じですかね。一応43歳で政治家として知事としてはやっぱり若いんでね若いんだと思います。でどっかでも聞きましたよね経験がない若いけど頑張りますみたいな。<laughs> これからなんか勉強していくんだよみたいなのとどっかで聞いたことあると思うんですけどはい,いやちょっともう勘弁してほしいなって感じですねではいでえー、っとですねはいでまあ現状ではまあ全議員に取れやめてねって申し出がなされてる段階なのでまあここでやめればまあまあもう一回選挙して終わりなんですけど あのーまあ、この先にやめなかったら不信任決議案がおそらく出されて可決される可能性が高いんですよね。 はいまあ、ここまで世論メディアがあこれだけ騒ぎそして世論の後押しだらけってなるとやらざるをえなくなると思うんですね議員さんもねだからこれはまあやめなければこれがなされる可能性があるんですよねでこれについては法令に基づき判断するとか言っちゃってるんですよねはいで辞職もしくは解散を選択するかについて明言を下げてますって感じでだからこれをやることなくとりあえずやめればまあ,あの知事の選挙だけでいいのでって話なんですけど まあ、いずれ知事の選挙はもうすぐどっちにしてもあるんでね。はいということなんでご自身がやめられるのが一番いいんじゃないかなと思いますけどまあ 自ら辞めず不信任決議案が来た場合においては自分から辞めるかあるいは解散選ぶってことなんですけどで解散なんか選んだら議員さんも一旦もう一回選挙になるからとんでもない恨みを買う <laughs> 二度と立ち上がれねえんじゃねえかみたいな兵庫県には一切入れなくなってしまうんじゃないかっていうくらいのことになっちゃうんですけどまあここについてはですねちょっとねやっぱり某破産党首がどこまで暴走するんだろうかっていうなんかこう一つの予言の書になりうるのかなと思いながら見てるって感じですけどね。はいで はいでこちらに秀英オンラインさんの記事なんですけども「追求兵庫県政ついに泣き始めた斎藤知事」だがその訳を聞いて岸田さんは 2, 2度仰天せめて自身に追い込まれた県職員と県民のために涙を流せと会見大荒れということでめちゃくちゃ厳しい厳しいっていうのかな、まあ、正確に書くとこうなるんじゃないかなと思うんですけどねはいでまあちょっと今までの「K」がわーっと書いてあってそれでですね はいまあ、いろんな質問を受ける中で驚愕のシーンは会見が1時間過ぎた辺たりですね、まあ、先ほど示した、まあ、あれですねえっ、ー、ともう仲間からもですね、まあ、やめろと言われてるけどどうすんだつうことに対してばっと釈明があってであの大変申し訳ないなっていうことを言いながら目,目には見る見るうちに涙がたまり声が上ずったというところですね。 で百条委員会での県議からの追及に対しても、えー、巧みに切り抜けてきた斎藤知事は AI かと陰口が叩かれるほど感情の揺れを見せない人物だったが突然の感情のとりに記者団,記者団を驚き激しいシャッター音が会見室に響いたって感じでね。非常に臨場感たっぷりに書かれていると。はいはい だが知事の涙は何かが違うとの雰囲気も会見せずには同時に漂ったということですね、まあ。周知の通りですね告発された方がもう亡くなっているんですよね、まあまあ。公益通報者として保護された上で告発内容を調査されなければならなかったけれども犯人捜しされた上に、まあ、報復人事を受け、まあ、最終的に亡くなるに至ると。 でしかもそれが2名でであるとということですよね。だからこれ以外にも追求っていうか、まあ、ある種こうパワハラ的なことはもっともっとたくさんあったんじゃなかろうかって言われてるわけですよね。はい、で,で斉藤知事の涙は明らかにこの2人のために流したものではなかったということで、えー、とここですよポイントは「自分自身に悔しい思いではあります」でもあのその先生方も今も感謝してますとうとうあるんですけれど、まあ、結局「自分かい!」みたいな。<laughs> をするに自分自身,が不が自分自身の不が斐なさが悔しくて泣いているという知事ということですね。ほとんど理解を超える説明に記者会見室に困惑した空気がみなぎったということですね。はい、という感じで、まあ、そこから念のためにですね、えー、涙の真意を確認する質問まで出たということですね。あと、ですね、斎藤知事の命を受けて告発文書を書いた人物の割り出しの先頭に立って まあ脅しつけるように尋問していた当時の片山副知事もまあ辞職の表明した時に涙を流すふりをしているがこの時も片山氏は何で知事を支えられへんかったんかそれが悔しいと言ってのけたという感じで亡くなった方に思いを寄せることはなかったということでまあこれがまあ全てですよねだからまあなんかこう,うん人を人として見てないのかもしれないですよね。びっくりしししますけどねしかし はい、といとう感じでで、すねで。記者団からはその後亡くなった2人は迷惑を被っている県民のために先に涙を流すべきではないんですかとの質問が続くことになったって感じで、まあ、だからまあね、こういう人がどうか見抜くのは難しいけどやっぱり選んだ人がこのような人だったということでね、まあ、この話はもう尽きないですよね、まあ、以前で言うと静岡県知事 から始まりですね、まあいろんな方がいらっしゃったわけなんですけども結果まあ県民が選んだ人なんですよねはいで知事の涙を見ていよいよ観念して不信任決議案が通れば辞めるのではないかとの観測も早くも県庁内では出ているということですかねはいまあここについては私もですねまあ本当にどうするんでしょうね <laughs> あの <laughs> 普通だったらもうだってみんなからもう辞めろって言っててなんか 県民かからのの応援の声とかはまあ基本的にはないんですよ。ないのでまあまあ普通はやめるんですけどはい私が知る破産党首はですねむしろその少ないなんかでも応援の声はねやっぱり反発的に起きるわけでその数少ない支持者の方ばっかり見てあるいは批判してくる声を全てブロック無視みたいな感じで突っ走った方がいるのでちょっとねあの今回斎 <laughs> 藤知事もそうなりそうだって話をちょっとやっていきたいんですけど。 はい、というわけでこちらがねフラッシュさんの記事ですね、えー、と大津彩加さんの、えー、と記事を書かれたフラッシュさんの記事ですね、はいえー、と斉藤知事頑張れ、兵庫県知事パワハラ辞職拒否2ヶ月で熱烈支持者が爆誕あ発生ですね、<laughs> 旧ジャニーズ問題でも同様の流れがというところですかね。はい、で今、えーと、やめろって言われてるんですけど、辞職を否定してるっていう状況ですね。 はい、でさらに斉藤知事は県民からの声について7月以降もいろいろあるが頑張ってくれというものが多いとの認識を示しており自分には批判よりも激励の声の方が多いと話していますみたいなね、はい、どっかで聞いたことあんなこれあの。<笑><笑>という感じですねこういった異例の事態の中9月10日の午後 SNS の X では斉藤知事頑張るというハッシュタグがトレンド入りしていたということで,でその投稿は斉藤知事への擁護派と批判派が入り乱れている状況だが擁護派の意見には おそらく本心から斉藤知事の無実を信じる声が多く見られる。はー大津綾は正しいのだと一緒だ <laughs> はいまあだか,一だから一緒になりますよだってこれをだって不正立花隆の不正があると言いながら1年5ヶ月経っても出てきてませんしで自分がホワイトだとかをね当分やお金をかけずにできるんだって言いながら1.2億使っちゃいましたみたいなことをやってんですよ。あの <laughs> あのの <laughs> はいというわけでね、まあ、世の中にはね見る目がない人がいっぱいいるっていうのでまあ、見,るのめ見る目のない私としても本当に大安心って感じなんですけどはい、でえー、っとですねここですね斉藤あ兵庫県斎藤知事が先ほど記者会見したけどこいつは本物だよね、大津さんはすごいんだみたいな <laughs> 一緒や、えー、っと周りの政治があ権力と法を持って知事をいじめてるかもははは,は,は これもいっぱい見た。いやーすごい。なんかむちゃくちゃしてんのにいじめられてるみたいなやつですね。はいで俺は斉藤知事を応援するとはですね、えー、マスコミ特に民放各社はほとんど毎日同じ内容で放送し雇われコメンテーターも同調小学生レベルのいじめと変わらない。これはちょっとジャニーズ問題で似たようなの見ましたね。はい、はい 初めはえげつないパワハラやろうと思っていたけどよくわか,ななからなくなってきた。斉藤さんを責め立てる方が異常な感じがするすごい違和感がある。あれですよね。あれですよね。大 <laughs> 津さんを誹謗中傷してるやつらが異常だみたいな。はい。えっ、ー、と、で、流れてくる情報をうのみにするのは危険。確かに。 えー、自民公明が斎藤さん邪魔だから追い落としをしてるように見えて気持ちが悪いみたいな立花隆が都合が悪いから大津さんをなんとか追い落とそなんだっけあの <laughs> 大津さんが党首でいられたら困るんだみたいなね1年5ヶ月経っても何も出てこないのにねっていうとこなんですけどはいという感じで、えー、と私は斎藤知事のことは何も知らない。 頑張れといいう立場でもないしかし、あまりにも一方的なマスコミの報道や罵声の大合唱ばっかり目につく。反論とか弁護とか支持者の声とか、えーと、元支持者で今は反対の声とか聞いてみないと、一方だけだと信用できないって感じでね。はい、あれですね、これは私はあの N 党のこともよくわからないし、立村さんも大津さんも両方支持してるわけじゃないんだけど、大津さんが一方的に叩かれてる気がするみたいなやつですね。はい、えー、と で実はこうした状況はですね、えー、旧ジャニーズ事務所の加害問題でも起きていたってことですね。はいでえっ、ー、と2023年9月の事務所会見を見てですね、すまやっぱり名前を変更しましたですね。で、その直前ですね、ジュリー景子前社長や、まあ、ジャニー北川氏を応援する声が X で見られていたのですということで、まあ、最終的にはジャニーさんありがとうというハッシュタグですよね。本、ま、当、あ、これで、ね、だから海外から見たら異様だと思いますよ。その 何て言うかもう本当に過去最大級のしかも少年ですよ未成年に対する犯罪疑惑ですね。本人いなくなっちゃったんでわかんないことも多いんですけどまあ,あんだけ出てきてるんですよ。で多くの人の人生を狂わしたのにジャニーさんありがとう。ね。これはだからまあ一緒なのは斎藤知事とかもそうだしまあ今回なんかこのジャニーさんありがとうもそうなんですけどその被害者に対して心を寄せたら絶対言えないんだけど だけど被害者っていうのは自分が例えばジャニーズ事務所でなんか見たものに勇気づけられたありがとうでしょでそれを言っちゃうわけですよ。だからそれを見たらさみたいな自分のまあなんて言うんだろう身内がさそういった、まあ、はっきり言ってじじいに食い物にされて人生壊されたのを目の前にしてたらその子にその子がいるのに自分がそれまでジャニーズを一生懸命応援してたとしてもそれを後悔することはあれど。 その本人の前でさジャ,ニージャニーさんありがとう言わないと思うけどじゃあ隠れて X でジャニーさんありがとうって打,ちます打たないですよねだからまあまあすごいよねだからそれはまあやっぱりまあ関係ないっちゃ遠くの人で関係ないの,ないのかもしれないんだけどそういった被害に遭った方々にもう心を寄せてないからこで自分を大事にするからこっちが出ちゃうって話なんですよね。 まあ一応ね、私は、まあ、この国は、ね、言論の自由があるんで、まあ、別に好きにすればいいと思うんですけど、まあ、異常だなって思うだけですね。はい、ということでね、まあ、ただあの一応ジャニーズ事務所とかあとは松本人志さんとかも似たような現象があるんですけどこれはまあ熱烈なファンなんですよ。ファンであるがゆえに、まあ、出て吐露してなんとかかばっていこうということで、まあ、ある種のこう恩返しだったり気持ちで動いて ってるわけですよね。そうなんですけど、まあ今回のえー、っとですね斉藤知事にまあ、そこまでなんていうんだろう応援されるようななんかこう。 なんていうの今まで感動ありがとうとかってあるわけでもないし生活を良くしてくれてありがとうとかっていうのが、まあ、あれば別ですけど全国的にねそこは違うのでそれがどのくらい出てくるのかなって感じですよねただそういった意味において言うと大津彩香現象みたいなやつがあってだ別にあの大津さんが反旗を翻した時に大津さんになんかこう、えー、なんていうかこうファンがめっちゃいた かっていううとそうじゃないんですよね、まあ、むしろ立花さんのアンチの立花アンチみたいな感じですよねそっちの人がいっぱいいたり、まあ、あるいは何か何て言うんですかねこう泣きながら戦ってるみたいなのを見て応援しようみたいな <laughs> あの <laughs> っていう方がいらっしゃったりするんでまあ斎藤知事今回ね涙も流しましたんでなんかそのあれですよね まあ、その頑張ってるところを見てですね。応援する。なんか熱狂的な人も出てくるとまあ、これはちょっと今まで見た。流れになっていく感じがしますね。まあ、そうするとどえらい泥沼ですよ。はい。ただ、あの正直これが大きくなる,なるほど。もっとすげえ人がいるぞっていうのが分かった時には。 あの説明が楽でいいですよね。なんか一発目であの代表権騒動出てきた時に理解が難しい部分あるんですよパッと見ね。だけどほらあれだよあの斉藤知事みたいな感じだよって感じでその説明しやすくなるんでもうここについてはですねもっともっと大きくなってくれると個人的にはまあいいなと思うけどその一方で。 まあただこれ、これってもともとの原因が、やっぱりその、なんて言うんでしょうね、人が亡くなってるわけなんですよね。だから、調査はやっぱりしっかりなされるべきだし、も少なくともご自身の命令が発端と思われるような内容多すぎるでしょ。だから、それが直接的な因果関係があるかないかについては調査を任せて、本人としてはまず引くべきですよね。その上で 仮に因果関係なかったとしてもまあ普通はねちょっといろいろ来るものがあると思うんですけどねまあその辺はちょっとよく分かりませんがまあこれもね例えば大津さんの辞めなかった背景に支援だけじゃなくって自分のためだけではなくて 何て言うんだこれお金みたいなのがもしあるとしたらね非常に分かりやすいし斎藤知事もなんかその裏になんか別の誰かを守るため別の権力者を守るためとかあれお金とかなんか利権とかなんかそういうのを守るために時間稼ぎしてるんだとしたら分かりやすいんですけどはいまあいずれにしても本当にちょっとね、まあ、いい加減にしてほしいなっていうことが多いですね以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね